うだね。必ずっていうわけじゃないけど、よく鶏の唐揚げは楽屋に置いてあったから食べてたよ。レッツゴー。それもあるよ。でも確か油が喉を潤す効果があるとか、鶏肉に含まれてるビタミン A が喉の粘膜にいいってマネージャーさんが言ってたことあるよ。だから私たちの中では一種のジンクスみたいなものだったな。唐揚げを食べておけばライブもうまくいくって。あ、でも私が不調になってからは紅茶と蜂蜜みたいな気分を落ち着けるものに変わったんだっけ。最初は驚いたんだけど、メンバーのみんなは知ってたみたいで、お上品な時間を過ごせて大変よろしいですわなんて慣れないお嬢様言葉まで使って楽しんでて。うん、すごく。でも結局私はステージに上がれなくなって、みんなに迷惑をかけたままアスランも解散しちゃったんだ。そっか。でも今も連絡を取り合ってるんだよ。またアイドル活動を始めたって話した時もみんなすごく喜んでくれてた。うわ、私は昔も今もいい仲間に恵まれてるな。